はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲンです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は千葉県市原市にあります現役の素振りスイートを紹介したいと思います。房総名物の観音堀の素振りスイートなんですよ。実はね、観音堀の素振りスイートってね、意外と現役のものって少ないんですよね。しかももう路盤はね、アスファルトで舗装されててバリバリの現役ですからね。先日の動画で途中の道のりなんかをね、軽く紹介したらだいぶ褒めていただきましてね、ちょっと調子に乗りましてまたやってみようと思います。過去動画も再生してもらおうという魂胆です。あんまりね、長くならないようにはしようとは思うんですけど、まあとりあえずお付き合いください。さて、じゃあ始めますね。これ国土地理の地形図なんですけどね、真ん中の中央下の方にね、小湊鉄道の月崎駅ですね。今回ここから出発して、そして一番上の端、ここの柿の木台第一ツイートに向かいます。真ん中の十字を現在地だと思ってください。で、これ月崎駅からスタートです。ちょい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 、正面出まして、右に向かいます。県道ね。で、しばらく行きまして、これ小湊鉄道の踏切渡るんですけど、そしてここら辺ね、あのね、この地形図だと隧道がこう通ってるじゃないですか、斜めに。だけどね、実際この地形図間違ってるんですよ。正確にはこの十字の位置からここら辺に向かって通ってるんですよね。で、ここの隧道が栄勝寺隧道ですね。こちらも観音堀、じゃあちょっと写真出しましょう。こちらがね、栄勝寺隧道、だいぶもう最近有名になってきましたね。なかなか堀がダイナミックでね、見事なんですよ。ということで次行きますね。じゃあさ、行きますよ。栄勝寺隧道を通り抜けて少し行きます。でね、ここからちょっと一旦ね、これわかるかな、この地形図見ると東高線でここが少し低くなってるのわかります？ここがね、昔の川筋なんですよ。ここ浦代川って言うんですけどね。で、今ここに水路隧道が通ってるのわかると思いますけど、明治の初め頃は川がここからこういう風にこう流れて伊豆見川に注いでたんですけど、これおそらくね、明治の後半ぐらいだと思うんですけどね、ここ川をショートカットする、水路隧道が掘られましてね。で、ここのところは基本的には農地っていうか、ここら辺は多分農地なんですけど、ここら辺は何だろうな、特に水のマークもありますしね、放棄されてるのかな。ちょっとね、こっちは行ったことないからわからないんですけどね、そのうち調査したいとは思ってるんですけど、うん。で、こういうふうにね、川をショートカットしてできた土地を農地に転用することを川回しって言うんですけどね。房総の地形に詳しい方はもうご存知だと思いますし、僕の動画でもね、解説とかしてますけどね、よかったらリンクをつけておきますので見てください。で、この水路隧道のことをね、浦代川のどんどんって言うんですけど、ちょっと見に行きました。ここら辺からね、入っていく道があるんですよ。地形図には載ってないんだけど、このね、水の出てくるところ、水の出口を吐き口って言うんですけどね、これが浦代川のどんどんの吐き口です。戻りまして、道に復帰しまして、いきますよ。で、さらに北に向かいまして、ちょっとカーブして2本目の隧道来ましたね。こちらは柿の木台第二隧道です。これはね、どういうわけか観音堀じゃないんですよ。先ほどの栄勝寺隧道とか、これから紹介する柿の木台第一隧道とほぼ同時期に掘られたようなんですけどね。ただ、こちら断面が大きいんでね、しかも内が滑らかなので、ひょっとしたらこれ機械掘りじゃないかと思うんですよ。だから、ね、ひょっとしたらここだけ後から改修受けてるのかもしれません。ただ、ここだけ改修する理由がわからないんですけどね。あくまでこれは推測ですからね。内部はこんな感じですね。で、反対側。こんな感じになってます。次行きます。柿の木台第二隧道抜けまして、次とかって言っちゃあれなんですけどね。で、ここに今回の柿の木台第一隧道があるわけです。ということで、ここから本編始まります。どうぞよろしくお願いします。はい。さて、柿の木台第二隧道を後にしましてね、次に向かいますのは、まあ、第2があれば当然第1があるわけでね、柿の木台第1隧道です。栄勝寺隧道の手前に崩落のため通行止めの看板があって、どうなっているのかと思っていたのですが、
結局このままそうですね、集落に出ちゃいましたね。あれ、あっち側は結構がっつり封鎖してる、ガードしてる。いや、あそこのことだったんだな。こりゃ車じゃ絶対無理ですね。いや軽なら行けるか。いやでも下にえぐれてたりするとね、また重たいもの乗っかったら一気にドサっていきますからね。うん、ズサっていったもんですね。歩行者チャリは全く問題な。あれ、なんかあるよ。いつものあれですね。こんなの知らなかった。なんだかんだ言ってね、何度か来てあると、ことあるところでもね、新しい発見。でもまあこれ防火水槽だろうけどね。だけど由来は防空壕、もしくは地下壕の可能性は十分ある。で、微妙。なんか、ね、左に折れてるようにも見えたんだけど、違うか。まっすぐ伸びただけですね。多分民間防空壕だね。てかね、こんなところに軍物の地下壕があるわけないんですよ。あれ、歩行者も通り抜けできませんとかってなってるけど、来ちゃったよ。あれ、あそこにもなんかある。民間防空壕だろうけどね。とはいえ、一応チェックしておきます。全然深さないじゃん。右に伸びてんのかな。あ、ちょっと肝心なところが見えないんだけど。これで後で見よう。どうせ、ほこらでしょ。最近ね、こうやって独り言を言って歩いてるせいかね、独り言は完全に癖になっちゃった。危ないおっさん、略してアブオサです。こういうところで独り言言ってる分にはいいんだけど、人がいたりとかしてね、恥ずかしい時が時々あるんですけど、今もなんかあの家に人がいるのが見え、あ、また入ってるぞ。いやでもね、これ絶対民間防空壕だと思うんだよな。絶対こうだと思う。いやこれはよくおかしいね、表現がね。絶対って来たら絶対ほにゃららだっていう。終わんないとね、おかしいからね。小林秀夫の文体の特徴にね、おそらくほにゃららであるっていうふうに、こうしてるものがあるんですよ。おそらくとほにゃららであるっていうのは、本来はおかしいんですよね。おそらくほにゃほにゃであろうっていうふうにね、言わなければならないのね。高校の時、東大出たという噂の現代文の先生が言ってました。受け売りです。中村光雄もそうらしいんだけどね。まあ、中村光雄さんの場合は、あの人はデスマスなんでね、おそらくほにゃほにゃなのですとかってね、終わるみたいですけどね。同じく受け売りです。ゴミステーションだ。いや、田舎なのにとかって思うかもしれないけどね、案外ね、これ田舎の方がね、ゴミちゃんとしないとね、まずいんですよね。野生動物来るから、生ゴミとかうかつに出しといてね、イノシシがいたとかってね。まあ、ここら辺はクマさんは出ないからね、いいんですけど。クマでなければいいってものでもないんですけどね。イノシシとかシカでも十分嫌だからね。だから、ゴミステーションちゃんと作ってるのかもしれない。お地蔵さんだ。こんにちは。お地蔵さんにシカとされても腹は立ちません。いよいよ随道に到着です。柿の木台第一随道ではなかった看板が、ここにはあるぞ。これ1899年か。うん、これもね、観音堀が特徴なんですよね。さて、まあ、じゃあ、とりあえず、行ってみましょうか。自転車大丈夫だよね。うん。行きますか。ここも永昌寺随道と同じように、五角形の観音堀ですね。まあ、さっきのはあそこに書いてあったけど。でね、ここは珍しいんだけど、この延長ね、これの69分の1とか、71分の1とか書いてあるでしょ。これ、もう明らかに延長なんですけどね。行政がね、多分安全性とかチェックしたときに書き込んだんだと思うんですけど、大体これせいぜいね、5メートル置きなんですよ。5、10、15、20とかってか、なんですけどね。ここは、すごいよね、1メートル置き。しかも、左右に書いてあるよ、まったく。ウキ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 。すごいね、ここに来た人よっぽど嬉しかったんだろうね。ウキ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 。ワクワクはないの？違いますけどね、もちろんね。浮きがどういう意味か大体分かりますよね。分かんない人は、お父さんかお母さんに聞いてください。でもここはね、本当にね、アスファルトの舗装もしっかりしてるんだけど、だけどやっぱりね、あんまり通りたくないね。まあでもこれぐらいだったらすれ違いも前後の道でできるからね。あっち側がね、見通しが悪いからちょっと嫌なんだけど、ということで抜けてまいりました。うん、これまたね、
いやー、車から出てきた時はね、寒いなとかって思ってたんだけど、だいぶ慣れてきたな。てか風が収まってきたんですよね。さてね、こっちから見るとね、こんな感じですね。こっちからって言われても困るよね。これ北側の高校になるのかな。まあでもこれもね、なかなかいいですね。ということで、まあ写真撮りながらぼちぼちまた戻りますわ。なんか変な穴が開いてんだよな。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。この動画、まんまだと思ったら高評価ボタン。クソだなと思ったら低評価ボタン。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。こんな感じですが、今回の随道はいかがだったでしょうか。最後にね、この後自転車で随道通り抜けたんですけどね、その時のシーンをおまけにつけておきますので、よかったらご覧ください。それでは。あんな感じでね、ここは結構普通に車通ります。